ョ2の番組ザ・ゾイボールブレイクファストショーにゲスト出演し、制作中のザ・ローリングストーンズのニューアルバムについて語った。期待しないでと冗談めかした後、曲の制作状況について問われたミックはこう答えた。今年4月にリリースしたリビング・イン・エー・ゴースト・タウンと同じ時期にたくさんの曲をレコーディングした。実際僕はボーカルのパートを仕上げつつあるとこだ。インストゥルメンタルの一部もね。いくつかの曲はミックスしてる。しかし完成させるにはみんなで集まり、あと何回かセッションする必要がある。